ジオネーム脳細胞がセカンドギアさんからの一問一答です。秋だからこそ食べたい食材は？ではジェナちゃんお答えください。芋それでは今週も放送スタートです。レッツゴー仮面ライダーガールズ。皆さんこんばんは、仮面ライダーガールズの住友ともみジェナです。秋に食べたいのはサンマ、伊坂ひとみです。秋に食べたいのは月見バーガー、秋田千里です。この配信は東映公式ガールズユニット仮面ライダーガールズが仕事のことやプライベートのことについてわちゃわちゃ語っていくラジオプログラムです。はい、秋になりましたね。やっとですね。急にでもわかんない、まだなんか秋なのかなぐらいの気温じゃない。確かに30度行く日ありますからね。ちょっと涼しくなったかなぐらいな感じじゃん。ギリギリね。まあ、夜はちょっと涼しいかなって感じだけど、湿度はまださ。そうね、湿度は高い。しっかりあるイメージ。確かに。でも秋美味しいものたくさんありますからね。ねえ。芋は確かに思うわ。うん、焼き芋ですよね。本当に焼き芋、さつまいもの何かじゃなくて焼き芋が食べたい。あ、もうあの紫の芋が熱かなって感じです。なるほどね。はい。じゃあサンマか。そういいですね。この前さ、こうスーパー行ったらサンマ売ってて、はい、でなんか今年はわりかし、ね、量が多く取れたっていうのは聞いたから、うん、安くなってるかなって思ったけど、そこまで安くなくて買うのやめたんだけど。確かにな、せっかく取れてるんだったら安く買いたいですね。なんだろう、昔はさ安かったじゃん、うん、1匹が、はい、だからそのイメージでいるから、それに比べたら高いってだけなのかもしれない。確かにね、物価がそもそも上がっちゃってますからね。そうだからちょっと買うのやめようと思ってやめたんだけど、うん、でもサンマを買って家で焼いて食べれます？はいはい、食べれます。すごい、家でなんか魚焼けないんですけど。あ、でもうちはグリル使いたくないから、うんうん、掃除めんどくさいから、ね、あのさ、うん、フライパンにさ、キッチンじゃなくてなんだっけ、アルミホイルのさ、はい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 、フライパン用のアルミホイルをペーパーみたいな引いて、そこで私は焼く派なのね、お魚は。確かにそれだったらまだハードル低いかも。そうでしょ。だから私サーモン焼き鮭、はい、を、うん、ワンちゃんにあげるのね、うん、その時もアルミホイル引いてそこで焼いてあげるから、いい焦げ目と確かにとかっていうのはできるから、結構簡単に思ってるよりも魚焼けるからおすすめ。やっちゃおっかな。フライパンも汚れないし。確かにそれがね、結構、うん、なんだろう、掃除がめんどくさいというか。あ、でマジで楽ね。いいですね。アルミホイルパイン捨てればいいだけだから。うわ、買っちゃおっかな今日帰りにいい。安いのでぜひぜひおすすめですね。チーは私は月見バーガー。食べた？食べました。お、今年の月見バーガー美味しかった。私はちょっと、嘘ふわとろ卵みたいな美味しかった。私いらない。あ、まあ月見バーガー味は減りますよね。なんか私去年か一昨年かなんか、一昨年かな、見てた月見バーガーのチーズのとろとろみたいな絶対美味しいやつがあって、それがめちゃうまで、うん、ズノンさんと一緒に食べてたんだけど、やっぱ今年食べたけど、私やっぱチーズも食べたくて。チーズ月見マジでうまいもんな。なんか今もさ普通のチーズのやつ、うんうん、挟んだやつだけはあるけど違うんだよなって。ドロドロチーズ、そ う, うわー食べたい。そう、私さあまり別に目玉焼きとか卵焼きがよくって食べてるわけじゃないから、だからやっぱチーズ感強くないとダメなの。うん、もう一回食べていいかなって思っちゃった。そっか、うん、でもなんかいろんなさ、その何ファストフード店、はい、で月見系出てるじゃないですか。そうだね。どこのが一番好きとかあります？マックしか食べたことない。そうなんだ。私多分月見を食べたことなくて。あ、そもそも私チーズバーガーとあのプチパンケーキとナゲットしか頼まないから、それ以外はあんまり頼んできてないんです。そうなんだ。食べたことないから。美味しいよ。なんかそれをチャレンジするくらいだったら、もともとちゃんと好きなものを胃に入れたいって感じです。なるほど、胃に入れたいか。そうか、確かにね、外れた時なんかこれでカロリー取っちゃったなって思いたくないと一緒か。でもね、マックの中ではその人気シリーズというか、ね、あれ来るとすごいテンションね。確かに好き、大好きです、ね、こんなも飽きてたまんまだろう ね。なんかいろいろこのハッシュタグとかつけて聞かせてください、うん。さあ、レッツゴー仮面ライダーガールズ、今週も最後までお付き合いください。 X やっている方はハッシュタグ LKRGS をつけながらポストしてください。
秘密のチャンネルで配信中のレッツゴー仮面ライダーガールズ。ここからはこのコーナー、ガールズ懺悔室。あ、このコーナーまだあったんだ。生きてました。そうなんだ。これね、ちょいちょい来てます。でも本当にようやくあのコーナーができるぐらいたまりました。よかったです。よかったです。ありがとうございます。なのでね、皆さんがこう過去にしてしまった、うん、でも謝らなかった、なんかモヤモヤしているっていうのをガールズのこのねコーナーに言って、あの発散するコーナーです。みんなが懺悔して、はい、ということで、じゃあ早速読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム青さんからです。ガールズの皆さん、こんばんがー。こんばんがー。自分が懺悔したいこと、それはズバリコメント力です。うん、特に生配信や会社などで会議があるときに感じることで、思ったことをすぐに発言したりコメントをするときに、本当にこれを言って大丈夫なのかなと考え込んでしまい、結果的にうまく言葉にできず、後でまとめて文章にして伝えることが多くなってしまいます。実践あるのみだとは思うのですが、この場を借りて懺悔するとともに、皆さんがすぐに受け答えをする場で行っていることがあれば参考にしたいと思っています。もしよければ教えてくださいということです。いや、これは私は素敵なことだと思います、ね、すごくなんか人間性が素敵、うん、ちゃんとバッて言っちゃわないって、バッて言っちゃう人苦手なんでその言葉を一回考えないんだろうとか思っちゃう。その A さんにこう言ってもいいことを B さんにそのまま伝えたら、 B さんが嫌な思いするかもしれないんだったら言い方変えないよとか思っちゃう具体的なちょっとね、あの、うん、キンキンだったので、そうですね、そういうことが、うん、まあね、なんと言えばいいのか私はあの青さんに賛成まあでも本当になんだろう、すごく理性的だし、うん、いいと思う私も、うん、ただそのなんだろう、例えばその生配信ですぐできなかったっていうのに、うん、多分ねちょっと引け目を感じてる。あ、確かにね、その状況、そうそうそう、青さんの状況は多分全然違うと思うけど、うん、お題振られて早く大喜利の答え出せなかったは確かにわかる。ちょっとそれはこっちの職業的にまずいなと思うすごいわかる。でも青さん気にしなくていいよ私も超帰ってから反省する。なんでこんなにつまらないんだ私って。青さんが大喜利することはないから大丈夫確かにね、だからまあ大丈夫だけど、まあでも、うん、メンバー的にその何、はい、すぐ受け答えしなきゃいけない時にどういうなんかコツ、うん、とかがあるなら知りたいみたいですよ。コツ、うん、MC しなきゃいけない時とかは、うんうん、話聞いてるようで部分しか聞いてなくて、次どうやったらこっちにしようかなみたいなのはずっと考えてるかも。確かに、なんか2つのことを一気に同時進行ですよね。そうで、まだその次に行けないなって思ったら、とりあえず喋れる人に一回もう一回なんか違う話題を振ってる時に、うん、もう考えてる、その次のこと。なるほどね、うん、一気に考えとかないといけないんだ。で、考える時間を自分で生み出さないといけないです。そうだね、なんか誰かにパスして作るのか、うん、言葉を選ばなくても大丈夫な話題にするとか、うん、なるほどなるほど。で、その間に考えるとか。確かにな。でもなんか本当関係値とかも気づけてればできることですよね。そうなんだよね、うん、難しいよね本当この言葉で使う、ね、特に日本語ってさ、いろんな意味を含まれちゃうから、うん、人に捉え方、人によって捉え方が変わっちゃうじゃない。そうですね。だから考えなきゃいけないんだよね多分。うん、グレーゾーンをずっと言ってる言葉もあるわけですね。確かに直接的にバンじゃないからどっちだろうって思ったりするしね。あと優しいんだろうな。いや、そうだと思う。ガールズのなんか生配信とかでガンガンやってみてなんか思ったこと書いてみてなんか練習してもいいかもね、うん、その青さんも実践あるのみって言ってるし。そうだね、いいよ、うちらを練習と一緒にしてでも本当なんかまとめてそれこそ文章で送ってくれるの嬉しいですよね。嬉しい。感想とかをお手紙でもらったりとか、うん、あくまで自分の考えとしてっていうことじゃない。あ、確かに、うん、それさえあれば別にね。なんか強要すると、強要してる言葉になってしまうと誰かが不快な思いするかもしれないけど、うん、自分個人としてはこう思うとか、うん、全然いいと思う、それぞれっていうことなのかな。じゃあ青さんはそんな感じで頑張ってください。優しいでした、青さんは、ね、もうこれは懺悔しなくていいよ。全然、確かに懺悔しなくていい、本当に優しいですね、うん、じゃ
解決です。はい。ラジオネームゴリガマパンピーさんからです。はい。私が学生時代の友人のシュータ君と洋服を買いに行った時に、シュータ君がエンジン色のパーカーを体に合わせて、これかっこよくねと聞いてきたのですが、正直ダサかったけど、本人が気に入っていそうだったので、いいんじゃないと返答してしまいました。それから一緒に遊ぶたびに、そのダサいエンジン色のパーカーをよく着ていたのですが、仲のいい女子たちからは、あずきバーと陰で呼ばれるようになっていました。グループの中に好きな子もいたのですが、それもあってか振られてしまいました。シュータ君、あの時に私が正直に言わなかったせいでダサいやつ扱いになってしまいごめんね。今ここで懺悔します。これは懺悔室だ。あずきバー、かわいそうに。でもいいじゃん、なんか芯強そうだよ折れない心。確かにね、硬さはある。そっか、まあ、でも言えます、なんか友達が、うん、なんかすっごいわダッサってやつ、これめっちゃ可愛くないって言って、もう気に入ってて、それに対して私は着ないかもって言う、いいんじゃないって。でも私それ選ばないかもしれないから分かんないとか。あ、だってさ、自分はさ、あ、それ普通にダサいなって思ってたとしてもよ、うん、その子の中ではめっちゃテンション上がる服だったら否定したら良くないなって思わない？確かに。でもなんかもう、うん、私は着ないかもって言われた時点で結構否定されてるかも。私だって。でもさ、私たちが着る服なんて全然違う。あ、まあ、確かにね。そっかそっか。でそれがある中で私はそれ選ばないって、もう、あ、そうですね。確かにねってなる。体型の差だよなとかも思うもんな。ね、じゃあ顔のジャンルも違うしさ。確かにそれだったら、ね、もしダサいって周りから言われても、あ、なんか感覚違うんかなぐらいかな。あとなんかさ、もう多様性になってきてしまってるからさ、わかんない。あ、この当時は違うかもしれないけどさ、別に年齢関係なくさ、着たい服着るのが普通になってきてない？うん、ジェナさんも言う、自分が着たいって思ったんだったらいいと思いますよって言いますね。うわ、なんかすごく、なんだろう、含まれてる気がするな、トゲが後ろの方にめっちゃ隠れてる感じする。なんかでも、うん、基本的にいいんじゃないですか、自分が着たいと思ったやつで、で終わらせます。まあね。でジェナ的にはどう思う、ダサい、かわいいって聞かれたら、私は特に好みじゃないですけどって別に言うかも。ああ、なるほどね。はい、それならまあ、あ、そっかってなるか、好みだもんな、うん、でも分かんない、関係値によるけど、かっこよくねって言われたら、え、ダサいとか言っちゃうかも、私、その男の人だったら。ノリ次第だな。コンビさんは多分同性同士だからあれだけど、うん、私も多分女の子にはそこまで言わないかもしれないけど、男の子だったら、え、ダサいとか言っちゃう。確かにな、それはそうかも、人によるな、うん、じゃあパンピーさんは言えなかったの、なんで。でも言っていい、この多分シュータ君が振られたのは絶対あずきバーのせいじゃない。確かにね、だからここじゃないよね。あ、確かに。そう、他に原因がきっとあるよ。絶対そう、好みじゃなかっただけ、女の子が。だってさ、そのあずきバーパーカーをずっと毎日着てるわけじゃないでしょ。いやでも結構遊ぶたびに着てるんですよ。ちょっと待って、私だったら無理かも、あずきバーとは付き合えないって陰で言っちゃうかも。最低。もうちょっと好きだよね、無理無理とか言っちゃうかも。確かに、前よくこれを着てきちゃうっていうところが、いや、だってお気に入りなんだもん、かっこいいと思ってんだもん。言ってあげればよかったね、じゃあ。確かにそう考えると、まあでも周りもさ、直接言ってあげてないから、別にこれはパンピースさんだけのせいじゃないよね。まあ、そうだよね、陰で言うよりね。そうだよ、陰であずきバーって言ってる人たちの方が悪い。ただいじってほしいよね、それあずきバーっぽくない、うん、ってね、言ってくれた方がいいですよね。全然言っていいと思いますもん、うん、ね、私もそれが異性だったらかっこよくねって言っても微妙って言います、ね、確かにね、関係値だわ、やっぱり。そうだね、面白いね。微妙って言われたらどうしよう、微妙って言う、え、どう微妙って。いや、まあでも好きなら着たらいいんじゃないって感じですけど。買わないってなるわ。いやでも薄いね。言えますか、千代さんは。私は言えないよ、ね、そうだね、千代は絶対に言えない。かっこよくねって言われたら、あ、そっか、うん、買うのっていうかな。で、買いたいって言ったら、じゃあいいよっていう、買ったら、で気に入って着てたら、で毎回それ着てくるんですよ。気に入ってるんだなって。で多分見慣れてくる気がする。あ、でもそしたら確かにあずきバーってなっちゃいますよ ね。今日はあずきバーだなみたいな。そういう流しちゃったんだ。うん、しゃあないな、こればかりは。まあ、難しい。え、どれだけ仲良くても言えないですか。あ、いやいやいや、こことかが明らかに変なのだったら言うけど、うん、でもなんか基本的に私自身が、あ、ね、なんかそう、なんかそんな何一般的な感覚を持ってないから、なんかドレスの可愛いダサいは分かるけどさ、服のダサいかっこいいは分かんないのよ。その人に合ってれば別にいいやって思うから、うん、だから聞かれてもあんまり意見は言わないかもかな。
まあでも確かに大丈夫です。うん、そう大丈夫、うん、ちゃんとここで懺悔したし、もう解決だよ。想像つく学生時代のお悩みでしたね。ね、かわいい、いいですね、青春だ。じゃあお次いきますね。ラジオネームとしさんからです、はい。この前ガッチャードスーパーライブへ行ってきました。メインライダーはガッチャードマジェードバルバラドだけではなく、なんとウィザードとビルドもいました。内容も錬金術と魔法と科学のお話でめちゃくちゃ面白かったです。面白そう。さてここで懺悔したいのは、ショー終わりにグータッチ会があったのですが、最後にウィザードのインフィニティさんとグータッチの時に思いっきり指輪にグータッチしてしまったことです。秋田大先生、この度は誠に申し訳ございませんでした。これは大懺悔ですね。これはでもさ、ウィザードさんにグータッチする企画にしてしまってるからいけない。そうだ、これは企画側が大反省してください。ウィザードだけハイタッチにすればよかったのに。そう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 、確かに。なんかそこはセンスですよね、企画サイドのね、はい。だって絶対的にそうなってしまうやん。しなきゃいけないんだもん。そう、ハイタッチしたら違うよグーだよって言われるんだもん。そうでしょ、うん、だったらもうこれはグーしたら指輪ぶつかるに決まってんじゃん。そうで、それはちゃんとダメなライダーだよっていう設定で生み出しているんだから、それはお客さんは悪くない、うん、するしかない。もうだグーのこうで、そうだね、こうでコンってするしかない。コンだったらいいけど、指輪側がなっちゃうように仕組んだ、うんうん、企画が悪い。でもこれすごく面白そうだね、錬金。そうそう、内容がめっちゃいいなって思った。魔法と科学って絶対ぴったりじゃん、うん、なんか科学と魔法ってさ、うん、そのなんていうの、愛感じる感じの ね。だからなんかそれは魔法じゃなくて科学だよとか言ってくるのかな。あ、でビルドがなんか何でも科学で証明するできることと、うん、それができないことが魔法みたいなね。そうそうそう、おもろ。その間に錬金術がいる感じですね。いいね、おもろいやん。めっちゃ設定がおもろい、これ。うん、設定までは良かったのにな。見たかったな。ここのグータッチ、このグータッチだけちょっと。でもさ、こういうさ、本編以外のショーとかのさ、ストーリーもさ、うん、意外としっかりしててさ、そうそう、面白かったりするからさ、ね、だからぜひその本編しか見てないよって人とかは、うん、イベント近くでやったら行ってほしいもんね、うん、結構読売ランドとかはね、うん、しょっちゅうライダーショーやってるんで、ぜひ皆さん行ってみてください、はい。では以上、ガールズ懺悔室のコーナーでした。配信の感想などはぜひ X にてハッシュタグ LKRGS をつけてポストしてください。引き続きメールも募集しています。レッツゴー仮面ライダーガールズ、そろそろお別れのお時間です。はい、今日は久々に懺悔室しました。もういいね、なんかみんながこれで救われているならとてもいい。いや、みんなの懺悔が超かわいい。かわいいよ。え、私もちょっと一個あるんですけど、言えること、いや、わかんない、ダメだったらピー入れてくださいね。学生時代の話なんですけど、はい、テストがあるじゃないですか、うん、で、私本当に勉強していかないからすぐ終わるんですよ、うん、テストバーって書いて適当に書いて、うん、もう裏にしてこう寝ちゃうタイプだったんですけど、うん、秋田だからこう席も前の方で後ろにね、男の子がいたんです。私寝てたらすごい本当に多分寝てたんでしょうね、うん、でお腹緩くなっちゃって、うん、スカシッペしちゃってねえ、だからなんか音は出てないから周りにはバレてないけど、後ろにいた男の子は結構近めじゃないですか。え、それチーム意識？私は出たのは気づいた。あ、だけどそれは結構もううとうとしてるから、はい、まあ、出ちゃったって感じで思ったけど、うん、あ、なんか角度的にもちょうど机にこう突っ伏して寝てるとさ、お尻がそう彼に向いてるじゃない。で、ね、ほんと申し訳ないなって思ってたら、高校卒業してガールズのデビュー、私がデビューの時のライブに彼握手会に参加してました。え、たまたま、うちの学校軽音部がすごく盛んだったから、はい、音楽の専門学校に行って、うん、そしたらチップスさんのそっち関連で来てて、はいはい、来てて、うわ、私がおならかけちゃった子だって思って、バッていう懺悔です。すごい嫌かも。ごめんね、本当に。でもなんかそっちなんですね、私なんか予想的に自分がしたのに、うん、その子がやったっていうせいになっちゃった。違う違う、全然誰も気づいてなかった。あ、だけど彼だけはなんか匂うぞって投げた可能性はあるかもしれない。やばいね、すごい。あれはね、これ初出しです。でもいい塩梅の
懺悔かもしれない。でもすごく嫌だけどね。いや本当に申し訳ない。謝ってほしいわそれは。本当にごめんね。名前出したいけど名前出したらなんか反応されそうで嫌だから言わないね。はい。いや本当に申し訳なかったなと思っています。ありがとうございます。はい、ではここで仮面ライダーガールズからのお知らせです。仮面ライダーガールズ12月の8日にライブを行います。一部はスペシャルアコースティックライブ、二部は忘年会となっております。そして私は10月の18から20までミュージカル、23から27まで舞台に出てます。遊びに来てください。はい、10月の23日から27日まで歌舞伎町ミターナイト、そして11月の27から1日までがゴリラという舞台に出ます。そして12月の18から22日歌舞伎町ホーリーナイトに出演いたします。はい、私は10月26日に色合わせのライブがございます。よかったら来てください。この配信はリスナーの皆さんからのメール募集中です。番組コーナーやふつおた、トークテーマなどどしどし送ってください。メールアドレスは配信ページの概要欄に貼ってありますので、そこから送ってください。懸命にコーナー名を入れるのをお忘れなく。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは来週もお楽しみに。お相手は北千里と角友美ジェナと伊坂ひとみでした。バイガーズ。